こんにちは。今日は居酒屋EXILEに来てます。一人だけで。どうやってやるの？こうか。え、何やる？初めての方、あ、結構いらっしゃるんですね。ランページ知ってる方、神谷健太知ってる方、なんか知ってなさそうな方いたね。健太です。一応ランページでは自由な男って言われてるんですけど、結構言っちゃダメなことは、さっきマネージャーさんがマジで言っちゃダメなことは言うなよって念押しされてるんで、でもちょっと飲んでるんで言っちゃおうかなみたいな。ちなみに、今、じゃあお酒飲まれてる方、まあバナナ、何食べてます？食べてない？ポテト。いいっすね。ちょっと一人ずつにしよう。ああ、ありがとうございます。うちはもうこの、そういえば、最近ずっとリリースイベントで地方回らせていただいて、このうちはめっちゃ見るんですよね。なんか、これ居酒屋EXILEのうちはなんですね。あ、さっき買ったんですか？毎度あります。じゃあ、なんか質問コーナーみたいにしますか？なんかなさそう。じゃあ一番最初に手を挙げた、はい、あちらの綺麗な方、あ、こっち、あ、いや、あ、そうです、あ、違う、あっち、あ、はい、その今後ろにいた方、そう、手を挙げてください。あ、こっちだよって、スタッフさんに。あ、はいはいはい。こんにちは。こんにちは。お名前聞いていいですか？偽名でもいいですよ。いつきって言います。あ、いつき？すご。じゃあ何か質問ありますか？仕事終わりに来て、え、あ、仕事終わりに来て、本当にさっきまで仕事して、え、差し支えなければ何の仕事か聞いてもいいですか？あ、なんか言わなくてもいいよ、やっぱ仕事終わりに来て、はい、で、キュンゼリフと一緒に癒してほしいです。胸キュンゼリフ。え、この後一緒に飲みに行く？
まあ、週あ寮に住んでたんですけど、僕らあの週に1回あの本当みんな寝巻きとかで会議して、あのそこでなんか情報共有とかしたんですよ。この曲かっこいいとか、こういう部分がかっこいいとか、映像とかを見てだんだんこの好きを統一していったんですよ、みんなで。だからなんか、あのステージでやる仕草とかそういうのもだんだんみんな、なんだろう、意思統一ができてきて、なんかそこでランページっていうグループが固まってきたので、今からだとちょっと遅いかな、すいません。でもあの、いろんなチャンスあると思うんで、ぜひあのオーディションやるか分かんないんですけど、まあでもオーディションじゃなくて今はいろんな表現方法があるので、歌とかはやられてるんですか、ダンスとか。あ、野球ですか。いいと思います。おめでとう、慶応高校。ありがとうございます。ありがとうございました、高尾さん。ありがとうございました。大丈夫そう、なんか楽しんでそう。じゃあすごい、あの、いや白い、そうです、今びっくりした。はい、こんばんは。こんばんは。お名前聞いてもいいですか。あ、アンズさん、はい、かわいらしいな。あの、はい、DMS とか言ってて、はい、どうしても神谷さんに、はい、ケンタ楽しいって言ってほしかったんですけど、一回も言ってくれなくて、神谷さんの声で聞きたいんですけど、言ってもらってもいいですか。ケンタ楽しい。ありがとうございます。満足。めっちゃ満足です。あ、ありがとうございます。ありがとうございました。こんなこともう何回でも言いますよ。え、何回聞きたいですか。あ、でももう1回聞いて、あ、今日1日1回決まってるんで、また言ってきます。ありがとうございます、アンズさん。ありがとうございます。ありがとうございます。受ける、かわいい、おほほほほってきた。じゃああと1人ぐらいにします。本当にどうしてもって人、あ、下ろす人いるんだ。あ、奥の、悩む。じゃあなんかスタッフさん、あの、すごくやる気ありそう、やる気ありそう、ありそうな声で語るかな。いや、なんかさっきまであの収録だった、リモートでやってたんで、なんかあの、しかもあのその前の収録も一人一人だったんで、なんか今メンバーと会う機会が直接あんまりなくて、すいません、なんか、いえ、なんか、大好きです。嘘つけ。嘘つけ。ありがとうございます。ということで、ちょっと熱くなってきたし、ちょっとあれやりますか、じゃんけんで、あれ、勝った人にあげます、なんか、なんで、じゃあ立ちますか、分かりやすい、皆さん。
いきますよ。え、これ最初はグーでいきますよ。最初はグー、じゃんけんポン。パーです。パー出しました。おー、そうね。いきますよ。最初はグー、じゃんけんチョキ。チョキ出しました。お、いい感じのおびり具合ですね。僕あのじゃんけんとあっち向いてこい、世界一強いんで。最初はグー、じゃんけんパー。お、じゃああと いきますよ。最初はグー、じゃんけんグー。最初はグー、じゃんけんポン。しかもコラン、コランドってつけてる。あ、ありがとうございます、コランドって。あ、じゃあ2人、あ、待って、ちょっと2人残ってて。最初はグー、じゃんけんポン。あれ、コランド聞いてるんですか。あ、コウヘイさんに拍手を。じゃあコウヘイさん、あれ、コップに名前書いて選手ですか。コウヘイさん、ハートつけちゃう。ありがとうございます。もうどうせなら4人も挟んでじゃんけんしたいなって思うじゃないですか。もう3人にもあげます。これが俺のやり方だ。これちょっと薄いっす。ちょっとあのみんな嫉妬しててください。ちょっと待って。いや、後ろ姿しか見えんのよって。なんか
じゃあ皆さん、よりにもう一度大きな拍手をありがとうございました。おめでとうございます。で、あ、どうぞ。まあ時間だね、そろそろ。あんまなんで。じゃあちょっとお写真撮っていいですか。じゃあ。